ディフタウはロシアのカバルダ・バルカル共和国にある山である。山頂はジョージアとの国境の北約5キロメートルに位置している。エルブルス山に次いでコーカサス山脈及びヨーロッパで2番目に高い山である。山名は中力語でギザギザの山を意味するディック・ダーグに由来する。ディフタウへは北側から最もアクセスしやすい。ベジンギ村は カワルダ・バルカル共和国の首都、ナリ地区から公共交通機関がわずかしかなく 4WD 車を借りる必要がある。ベジンギ村のキャンプは標高2180メートルの位置にある。ここからベースキャンプに到達するまでさらに2日間かかる。ディフタウはベジンギ氷河を渡り壮大なベジンギの壁に面するコーカサス山脈の山の一つである。 1888年のマムリーとツールフラによる初登頂は当時の大きな成果だった。彼らが使用した南西領を登るルートは今では通常のルートとしては使われておらず、ロシアのグレードで4バイトに格付けされている北領のルートが使われている。ミススカッシュから始まり、ミススタウの西領を最初に横断し、ミススカッシュから4時間。 リフタウの北領に下行する懸水氷,氷河が一致するロシアのビバークまで続く。ミスタウとリフタウの間の狭い道にたどり着いたら北領は頂上に続いている。ロシアの野営地から北領の野営地までは2日は見ておく必要がある。詳細と地図インターネット上ではソ連軍に由来する様々な地図が見られる。それらはキリル文字で書かれている。 二つの地図がこのエリアをカバーしている。ありがとうございます。